以前の動画で音声から文字起こしをするアプリを何点か紹介しました。音声から文字起こしができれば字幕作成がスムーズにいきますが、さらに翻訳アプリと組み合わせれば字幕の多言語翻訳が可能になることも紹介しました。そしてさらには字幕のない動画に対してすら字幕作成や翻訳ができる可能性についても言及しました。しかしながら近年目覚ましく進歩はしているのですが、この文字起こしが 100% の完全な精度のものは残念ながら存在しません。もちろん人間が加筆するサービスはあります。しかし値段が高く一般の方にはまだまだ手が届きません。そこで少しでも精度が高いものはないか試行錯誤を繰り返すことになるのですが、以前の調査では音声からテキストに変換するアプリは私の知る限りでは1位 AI 文字起こしベータ精度 99.34% ブラウザ、2位オッター精度 98.94% アプリ、3位ノッタ精度 98.8% アプリ、4位ボイス2テキストプロ精度 98.4% アプリ、4位 IBM ワトソンスピーチ2テキスト精度 98.4% ブラウザ、6位スピーチ精度 95.76% アプリの結果となりました。なおこれは英語の字幕での調査です。その後、ブルーという字幕作成アプリがあることを知り、非常に操作性が高いことが分かりました。しかし、他の操作性は別にして、このアプリの文字起こしの精度は一体どのくらいなのか、他に比べてどうなのかという点が、ブルーを使用すればするほど非常に気になるところです。このアプリを今後も継続して使用できるのかという意味でも極めて重要なことですので、今回は他のアプリとの文字起こし精度比較調査を実施いたしましたので発表いたします。前回同様、元音声トランプ大統領の1分動画を使用しました。総文字数754文字、1分、元動画は修正された英語の字幕がついており、これが 100% 正しいと仮定し何文字間違えたかでその精度を見極めます。なお文節の区切り句読点をつけられるかどうかについては今回は調査対象外としています。結果発表、ブルー iPhone 用アプリ5時10文字10754=1.3263%、98.67%。他のアプリと比較すると、1位 AI 文字起こしベータ、精度 99.34%、2位オッター、98.939%、3位ノッタ、精度 98.8%、4位ブルー、精度 98.67%、5位ボイス2テキストプロ、98.4%、5位 IBM ワトソンスピーチ2テキスト、98.4%、7位スピーチー、精度 95.76% という結果になりました。これは英語での調査なんですが、日本語ではさらに精度は落ちます。しかし日本語は日本人なら 100% の精度に修正できますが、英語はヒアリングができない筆者には間違いを修正できないので、文字起こし精度は極めて重要なことなのです。今回ブルーの文字起こし精度は極めて高いものの、最新の AI よりは残念ながら少し劣っていることが分かりました。日本語の文字起こしには利用できますが、英語の文字起こしにはちょっと躊躇してしまうような結果となりました。 Google のスピーチトゥーテキストのさらなる進化を期待したいところですが、その前に改善案として、ユーザーが持っているテキストの原稿を読み込んで文字起こし音声との同期化ができないものでしょうか。手持ち原稿のテキストの場合、すでに精度は 100% で修正の必要はありません。文節としての区切り位置は開業と1行分けることで判断してほしいです。ただテキストにタイムスタンプはついていませんので、タイムスタンプのみブルーでつけてほしいのです。この機能は YouTube の字幕にはすでに実装されています。ただ不具合があるのか、1行の文字数が勝手に16文字で開業してしまう、2句読点鍵括弧が消えてしまう、
など二度手間が発生し、作業時間が短縮できません。この点が改善されれば、おそらく字幕作成にかかる作業は飛躍的に時間が短縮されます。ぜひ作者様にご検討をお願いしたいところです。以上です。